女子サッカーなでしこリーグ伊賀フットボールクラブくのいちは第3節のホーム戦でベガルタ仙台レディースと対戦しました。先にチャンスをつかんだのはくのいち。前半7分くのいちの恥まどかが相手の緩いバックパスをカットしゴール前から飛び出していたゴールキーパーの位置を見て冷静にシュート、先制点を決めます。しかし前半26分にベガルタ仙台にフリーキックを決められ同点に追いつかれると後半8分にもコーナーキックから追加点を許し逆転されます。くのいちは最後まで積極的に攻撃を続けますが得点にはつながりません。くのいちは今シーズンリーグ戦初黒星を喫しました。2勝して帰ってきたんですけど、ホームで負けてしまっては意味がないので、非常に残念です。自分が監督になってからは泥臭く粘り強くというところは信条にしていますし練習中からも、頑張らせているので、そういう姿は多少、皆さんに